こんにちは、メグです。本日の動画はダイソー購入品です。最近セリア購入品が続いていたので久々にダイソーに行ってきました。久々にダイソーに行ったらめちゃくちゃ便利そうなアイテムを見つけたので紹介していきたいと思います。こんなの欲しかったっていう新商品があったのでぜひ最後までチェックしていただけると嬉しいです。それでは早速スタート。1点目はこちら、注ぎ口洗いブラシ、2本入りになっています。急須の注ぎ口用とストロー用が付いているものになります。急須の注ぎ口やストロー以外にもちょっと細かいところを掃除したいなっていう時に使えそうだなと思って購入しました。水筒のね、注ぎ口とか結構汚れちゃったりとかするじゃないですか。ああいうところをね、掃除するのに便利そうだなと思います。こちらが太い方、細い方になります。結構シンプルなのでキッチンの換気扇の横にねかけておこうかなと思います。大掃除シーズンなのでこういったものがあると細かいところの掃除に役立つと思います。これはね、100均で買ったマグネットフックになっています。ここにね、掃除ブラシかけておこうかな、こんな感じで換気扇のとこに置いとこうと思います。次はこちら、メラスポというものになります。こちらは新商品と書いてありました。20枚入っているものになります。メラミンスポンジってキューブ型になっているものとか、あとはちょっと分厚いものが多いと思うんですけれども、こう薄くシート状になっているのでカーブ部分とかも滑らかに掃除できるんではないでしょうか。こんな感じでカーブのところがめちゃくちゃ洗いやすい。こういう四隅とかとっても洗いやすいです。これすごい手にフィットしますね。おすすめです。こちら、削って見つける海の生き物、スクラッチブックというものになります。こっちは海の生き物で、こっちは恐竜スクラッチになっています。次男と長男用で購入しました。説明もついているので恐竜についても詳しくなることもできるし、クイズページがあるからお子様も楽しめるのかなと思います。子供ってね、こういう削ったりとかするのすごい好きじゃないですか。だからちょっと手が離せないなっていう時にこれをね、やっといてもらっておとなしくしてくれたらいいかなと思います。何が生まれるんだろう。うん、削して何か生まれる。いい感じに削れるね。何これ。そっちはイソギンチャク屋さん。お、なんか出てきた。こいつ誰。これは何。もっと早く削らないとわかんないよ。マメ、いただけるか。あ、あ、なんだ、緑のやつ、こいつ。何何こいつ。え、おお、すごいね。これ、緑やつだ。ね、ちょっとゴミがいっぱい出るのが。ちょっと名前が出てきて。ペペって先に魚なんか見えてるよ。なんだろう、なんだなんだ、何の恐竜だろう。次はこちら、シャンプーハットで3歳から4歳子供用になっています。頭周り40センチから47センチになります。シャンプーハット、うちの子ね、使わないんですよ。寝っ転がってじゃないと頭をね、洗わせてくれなくて水がね、とても怖いようなんですけれども、シャンプーハットをね、再び購入しました。以前も使ったことあるんですけど嫌だって言ってつけてくれなかったんですけど、もう上の子は年長さんになるのでいい加減ね、ちょっと座って洗わないとダメかなと思って購入しました。フックをかける穴もついているのでお風呂場にね、かけておくこともできます。真っ白で良くないですかこれ。まあ、ちょっと黄色のね、英字がついてはいるんですけれども、シンプルでいいかなと思います。で、キッチンアイテム、こちらハンドル付きパンチングザルで、こちらは200円商品になります。これ多分新商品なんじゃないかなと思います。カラーものだと結構キッチンがね、ごちゃごちゃしてしまうので、私はステンレスだったりとかホワイトのものを選ぶようにしています。これね、何に使うかというと、こう唐揚げとかね、揚げ物をザッと取るものなんですよ。まあ、唐揚げ以外にもフライドポテトとか揚げた時に、今までは菜箸でね、こう一つずつ一本ずつ取っていたんですけれど、これだったらめちゃくちゃ便利そうじゃんと思って購入しました。しかもパンチングになっているので目詰まりもしにくく洗いやすそうです。これめちゃくちゃ活用するような気がします。見た瞬間おっと思った商品の一つです。残りは収納用品を紹介していきたいと思います。まずはこちら、キッチンレトルトスタンドというものになります。こちら多分新商品だと思います。こちらは
レトルトスタンドと小袋スタンドというものがありました。こちらが小袋スタンド、こっちはレトルトスタンドになります。こちらはなんか両サイドにつけなくてもこうね、下につけて使うこともできるそうです。こちらはレトルトのカレーとかに使えるもので、こっちはね、ふりかけとかそういったものに使うようなものです。今ちょっと残念なことにレトルトのね、カレーの箱がないので、同じような大きさのこのレトルトのね、袋でやってみようと思います。こちらレトルト用のものですね。後ろが粘着テープになっています。ケースがね、横幅がぴったりだったらいいんですけど、ちょっと幅があるので下に貼ります。で、ちょっとこの袋はレトルトの箱より長さがあるので少し折らないと入らない。ちょっとふにゃふにゃってしたものも少しは自立しますね。で、ちょっと長さが足りなかったので切って追加で下に貼ります。めっちゃあっさり切れますこれ。めっちゃ切りやすかったです。いい感じに自立します。ちょっと小さい方はね、またつけるとこを考えて同じように取り付けようと思います。積み重ねボックス小の深型というものになります。もう前の動画でも言ったんですけれど、このね、ダイソーの積み重ねボックスの小の深型めちゃめちゃ使えるんですよ。というのも、このままここに入れれるサイズのものを入れるのとしても使えるんですけれども、ボックスの中でさらに小分けしたい時ってあるじゃないですか。例えば掃除洗剤って一括りでケースに入れていても、細々した掃除洗剤だったりとか一緒に入れてしまうとどこに行ってしまったか分かんなくなったりとか取りづらかったりするんですけれど、ボックス内の中でも分類できてとても使いやすいです。あとね、積み重ねて使えるってところもとても便利なポイントかなと思います。あと今は種類があんまりないんですけれども、こうケースを入れて固形と粉で分けるのに使ったりとか、カラコンは今同じやつしか入ってないんですけれども、種類がね多かったりするとごっちゃになっちゃうので、先ほどのねケースで分けたりするのにも使っています。で、これはニトリのケースで、中にはパックとか美容系かな、そんなようなものが入ってるんですけど、めっちゃくちゃねぐっちゃぐちゃなんですよ。だからこのケースを使ってちょっとね分けていこうと思います。空っぽになりました。結構定番のケース、いろんなものに合うのですごいいい。こんな感じでケースの中でも1個仕切りがあることで少しねスッキリするんじゃないかなと思います。次はこちら新商品、中身が見えるキャニスターで、こちらは200円商品になります。容量が1リットルになっています。他にも3種類のケースがありました。一番大きいのが2リットル、次が 1.5 リットル、そしてこちらの1リットルと450ミリリットルがありました。めっちゃいい。これね、積み重ねてもこう使えるし、あとはね、中にねパッキンがついてるんですよ。100均のものってパッキンがついてないもの何気に多いんですけど、こちらはねしっかりとパッキンがついています。なので食品の保存にも使っていただけるのかなと思います。引き出しとかに入れても上が透けているので、何が入ってるか分かりやすいっていうのも高ポイントかなと思います。こちらキッチンにある隙間収納の中身になります。上段部分に定番のコーヒーだったりとかお砂糖だったりミルクなんかは入れてあるんですけれども、予定外のもの、例えばねこういったたまに気分で買うハニーフレッシュレモンとかね、気分で買っていつもはないようなものの置き場にすごい困っていて、っていうのも固定でねこうやってハニーフレッシュレモンってわざわざラベル買ってキャニスター用意しておいても、これがねない時に置いとくのもなと思ってたんですけれども、こちらのケースにね入れておこうと思います。こんな感じで、重ねれるのでめちゃくちゃ便利そうです。次はこちらマグネット歯ブラシホルダーというものになります。
浴槽とかでマグネットがくっつくところにつけるようなものになっています。私は浴室では歯磨きはしないんですけれども、使い古した歯ブラシを掃除に使うことが多くって、その歯ブラシの置き場にすごい困っていて、手洗いとか浴室とかキッチンとかでそのまま置きっぱなしってことが結構あったので、こちらをね置いといたら掃除で使った歯ブラシの一時置きになるんじゃないかなと思って購入しました。若干マグネットが緩い感じがしますね。歯ブラシ置く分にはいいんじゃないでしょうか。あ、なんと歯ブラシ入らないじゃん。これ子供用の歯ブラシしか入らない。ちょっとここがね細い歯ブラシじゃないと入らなさそうですね。ラストはこちら、ゲレピタパッドというものになります。これね説明読んだんですけど、私いまいちわからなくって、まあどうやら好きなね場所、ツルツルしたような場所に貼ってそこにね携帯をピタッと貼れるようなもののようです。こちらね両面フィルムがついてるんで、どっちがいいんだろう、多分どっちも同じかな。だいたいねここでいつも携帯を見るので、一回外してもまた取り付けれますね。粘着が弱くなったら水洗いで復活するそうです。おお、すごい。え、ちょっと取るときしんどいじゃん、これ。取るときダメですね、これ。ツルツルの携帯だったらいけるかな。あ、これだといけますね。ちょっとカバーによってはね、取り付けれないものがありますね。ちなみにここにコードを巻けるようになっています。巻きづらいけど、まあ一応巻くこともできるようですね。ちょっと本当に巻きづらい、これ。ベタベタするし。時計とかくっつけとこう。こんな感じで今回はダイソー購入品を紹介してみました。いかがでしたでしょうか。結構私の動画は100均購入品を見てくださる方が多いようなので、週2ぐらいでね100均購入品やろうかなと思ってるんですけど、どうでしょうか。たくさん100均購入品活用方法見たいよって方はぜひコメントいただけると嬉しいです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。